はい、ヤキゲームズです。隠しアチーブメント真双剣壮絶の達成方法を解説したいと思います。宝箱3個も取ることができます。前提条件は、どんどんパフパフ王山への旅とその後に続く2つの世界任務の完了となっています。まず現地に向かいます。世界任務で解放した霊毛山の地下にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したらまっすぐ進んで、広い部屋に出たら右側にある階段を登って進んでいきます。階段を登っていく途中に右側に格子がありますので、そちらに向かっていきます。格子のところで開けるを選ぶと、世界任務でもらった鍵を使って中に入ることができます。中に入ると左の部屋に円形の場所がありますので、ボロボロの碑文を選びます。選択肢が出たら上の石碑に触れるを選びます。次も上の選択肢を選ぶと炎スライムが出てきますので戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すとズームが入って格子が開きます。これで中央で銃の試練を受けられるようになっています。先ほどの碑文をもう一度調べても、離れるとしか表示されませんので、部屋の中央の部分に向かっていきます。アチーブメントを達成するためには、中央の場所で2種類の試練をクリアする必要があります。悲鳴を選んでしばらくすると選択肢が出ますので、上の悲鳴に銃の模様がうっすらと現れたようだを選びます。そうすると銃の試練が始まりますので、やっていきます。45秒間生存するとなっていますので、上にあるカウントダウンの数字が0になる時まで生存すれば OK となっています。赤い線が出た場所に少し立ってから衝撃波が飛んできますので、赤い線がない位置に立ってやり過ごすようにしてください。避けるのは簡単だと思いますが、念のためシールドを貼っておくといいのかなと思います。時間が経つにつれて、だんだん線の数が増えて避けにくくなっていきます。赤い線がいっぱい出てきたら、中央の衝撃波が通り過ぎてから中央に移動すればやり過ごすことができます。最後に赤い線がたくさん出てきますが、飛んでくる前に時間が終わりますので安心してください。挑戦をクリアすると宝箱が出るので取っていきます。次はもう一つの剣の試練をやっていきます。先ほど試練を受けた部屋の中央から西方向を見ると、封印された宝箱が見えますが、格子が閉まっていますので、北西方向の空中ギミックを使ってから左に飛んで裏側に回り込んでいきます。格子の前に岩の種を入れられる装置が2つありますので入れていきます。格子の近くの西側の壁際に岩の種が入っている岩があるので、壊して取っていきます。岩の種を取ったら、格子の前の装置に近づいて入れていきます。装置が起動したら、もう一つの岩の種を取りに行きます。格子のある場所の北東方向に岩の種がありますので、飛び移って壊していきます。岩の種を取ったら、格子のところまで戻っていきます。2つの装置に岩の種を入れると、格子が開いて宝箱の封印が解除されるので取っていきます。回収したら円形の場所に近づいて不明瞭な碑文を選びます。上の選択肢の石碑に触れるを選ぶと格子が開きます。ズームが終わって動けるようになったら、部屋の中央に向かって進んでいきます。部屋の中央に近づいたら悲鳴を選びます。選択肢が出たら、真ん中の剣の模様と書かれているものを選んでください。そうすると剣の試練が始まりますので、やっていきます。120秒以内に全ての敵を倒すとなっていますので、出てきた敵を全て倒してください。フィルチャールボーとビシャップ、原文銃の順番に出てきます。めちゃめちゃ強いということはありませんので、普通に戦ってもなんとかなるのかなと思います。苦戦するようなら、ビシャップは岩耐性が高くて、原文銃が水と風耐性が高いことから、それを除いた草元素などを主体としたパーティー編成で戦っていくと楽に倒せると思います。今回は草元素ダメージを主体とした超開花パーティーの編成で戦っています。制限時間以内に全ての敵を倒すとアチーブメントを達成し、宝箱が出ますので取りに行きます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、 TikTok、Twitch、X、ブログ、ホヨラボも見ていただけると嬉しいです。